ちょっと何回説明してもわからんし、困ったもん。手洗った？アロワンね。アロワンだんだ、今コロナ、もう本当に清潔にしてや。あんたから清潔に言うことなんだ。違う、手洗わんと、今はコロナとか外から出てきたばってこと、いろんなもん触ったから、アロワン。水をいっぱい触れるけんいいんや、それは。よいしょ。これタイとあの、あれヒラメも入れとく。まあよ、ちょっと味わからん、ちょっと入れすぎたけん、汁取ったら汁が足りんのと。味わからん。おいしい。お、冷めたらおいしいじゃない。おいしい。これ冷めたらおいしいけん、今晩食べろ。うん、こんな刺身こといよ。こっちで食べてみて。無理と思うよ。手で持たん限りは。そこからこうは無理やと思うよ。こうタオルしとった。かまんじゃない。かまんじゃない。そういう問題、食べれる、そういう問題じゃない。こぼれた時のこと考えてもいかんって。あんた洗濯のこと考えるけど、そういう問題じゃない。カバンとかそういう問題じゃないね。これは夜食べたら美味しいね。分かった分かった。うん、ありがとう。見て食べれるの力入れんように言って太ったら手を持っていくもんだから顔持っていくから、うん、これが染みたらなお美味しいけ、うん、夜もう今晩はなんちゃいら夜食べになったら刺身出してあげようか今それあれして、うん、顔持っていくだったら椅子に座らん方が食べやすいと思う。ちょっと高さがこうやって、うん、こう、うん、はい、あつ、あ、頑張って、強すが、焼きうどん、夜でも食べたら昼でも、なー、他食べればいい、硬いもの食べないんで、今日ネギ入れてみた、白ネギか、いろんな魚の出汁がつくてな、これいいじゃない、これポテトカルシュ割れし100円ショップ寄ってきたね、100円、うん、ええわ、
これともう一つでかいの冷麺とか食べるやつ、うん、小麦やつ、うん、これは深いこういう煮物な、うん、他のやつこれはちょっと平面やけど広いやつ、うん、あれしゃもじ忘れた、あしゃもじなくていいんか、焼き飯焼くときにこう混ぜるやつがなくて、うん、あれ100円ショップ行っても年寄りは無理よ、機械になっとった。あ、そうなん。自分で機械でバーコードやって自分でピッて言わして入れてピッて全部機械やけん、あれいけんわ年寄りは。びっくりした。これはいけんでな、熱っ。お母さんに言ったら大ごったよ、うん、あれ年寄りだけではいけんわね、うん、びっくりした。ユニクロって知っとる、うん、ユニクロは入れてカゴを横に置ったら勝手にピピピって計算する、カゴに入れたまま。思ったら島村は遅れとれ、うん、あ、染みてない何枚、うん、これ今晩食べたら染みあ、頑張った。うん、嬉しくて、なんだかね、お母さんに言ったって言わせんのに怖いのは。ありがたい。豆腐の方がいいかな、豆腐、うん、だから安いったってこれ半額だったっけどな。何が？タラも、あれタラじゃないわ。うん、半額はこの割には高いなわけだけど。うん。だけど4キロ入ってたっけ。このあれがあの貝が。うん。駐車場止めなかったいっぱいで。ああ、なんの。土曜日じゃけん。チラシ入れとったよ。ああ、そうか。お盆前の。もうねえよ。
一回トマト食べたらトマトが美味しいけん買うんだ、うん、トマトはええで、あんた食べなはトマトがええ、トマト美味しい。かぼちゃ、大根、なすび飽きたらいい加減、あればっかりぐるぐる回してるとこな、うん、そうよ、やっぱり肉とか魚とか他の野菜食べないか、うん、そう思ってみて、軽い軽いから、あの、うん、だから湯飲みの方が美味しいかもしれんけど、湯飲みは重たかったね。いや、あかまんで、なんでも板も汚いから菌が張るするけど、まな板あ、電池こう取ったよ、ラジオの電池切れたりか、電気電池、ラジオの電池、ああ、板すぐなくなる、どうした？何を何を今じゃない、あの88の小焼きの結構もう何回も昨日から今日からもう何回言うたんすよ、一緒にやるけ、他にちょっと出さないかもあるけ、出さないけんのやろ、違う違う、他に出さないかもあるけ、一緒にするけ、さ慌てる、あそう、期限がある、昨日より味が薄かった、汁をいっぱい入れすぎたけど途中で取ったんよ、うんうん、汁ある程度入れとかんとな、これいっぱい入れた時に汁はあの、うん、かからんねえ方がいい、市民権な、そう、平べったい鍋じゃないっけ、うん、でもあの鍋は大きいって、うん、これ古いけど一番いい、これ本当はな、大根でもこの味付けでいいんだよ、いい子でね、うん、おいしいよ大根、味付けやけど、大根の時はあの、だしの素入れろ、うん、だってこれ入れてないっけ、うん、だから同じ味でいいかもしれない、大根も少し入れとったらな、ありがたいでな、ほんとね、肉美味しいんやけど肉食べれんけんな、肉食べれんけん魚しかないわ、えばい魚で唐揚げとかも美味しいのにな、うん、家で揚げ物は要せんけど、今は食べれんけんな、そう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 、いや食べれるよ唐揚げも、鶏はいい、あ、かまんの鶏はいい、うん、鶏いいけど鶏はもう買うときにえらい量になってるけど、うん、それしか食べれんもん、こうできたって意味がない。昨日は手が、あ、上からやけん結使えねんよ。そうよ。下からやったら一回上げてからになるけど、うん、このまま戻せるけど。そうそう。ああ、そういうこと。これが一本ないわいな。
骨はついてなかろう、うん、これ竹打ったら骨が取れるよ、ポロポロって。よいよ、ええわ、それがな。もうこのタラとかやっぱあれはいいんやろな、骨がポロポロ、うん、下についとるけん、うん、夜の日、あれだ、ご飯じゃん。あんたすまんけど、梅干しをここへ入れて。大きいやつで今これ。梅干しも今日小さいやつは買うてきたけど、うん、これ美味しいけどな、これ高いんよ。高いし、あんまり今日置いてなかった。食べれるように食べないで。あのトマト粉にやっとった動画4万人ぐらい見とる。どこの人変わってない。だから知っとる人は知っとる。いやもう。あのキワカおばちゃんとあんたが別れる時のあの動画出したらな、1020万人が見とる。世界の人見てんな。うん、お手よ言うても、ふわこねちゃんがうちを。不安なのはいつどうなるかわからんのに、うん、新しい環境とかな、うん、今日土曜日やっけ、あれだな、人生歌がある、あるね、うん、まこと。どこであるかいうことをよう覚えてな。 BS よ、 BS、 歌は全部 BSBS マーシャンよ、8時ぐらいに大体、5か6か。ああ、それわからないな、BS かでは分かっても。4、5、6よ、大体4、5、6以外はない、4、5、6、7ぐらいか、うん、もうそれこそキワコネちゃんが私を頼りにしとった、ついに私があんたを頼るけんの。食べるだしたな、綺麗に。あ、それ姿勢がいいんかもしれんな。持つけんな、これ、うん、これ下から上に分かったらできんけん。すっぽないそれ。種は辛い。種は種は出しとかんと喉に飲んでしまうで。飲むかい。
持ったって糸ないんだけどな。なんか上から下やけ。上から下だけ。これやと思って。これやっていつ思った。昨日は夜思った。これじゃあこれじゃ思って。これが一応危ない危ない危ない。なんか危ないことあるか。あれ予想したら危ない。持っとんのね。自由にある程度食べ出したらご飯も美味しいだろ。美味しいなるでな、うん、ご飯が何言うたっていい。美味しかった。トマトは、トマトもな食べたいんだけど、この小さいやつ1個食べたい。これトマトをな丸ごと皮ごとおろし金ですってな、うん、明日あのあの何やろ、お砂糖をちょっと入れてな、あれしげるおっちゃんとこのお手伝いさんが、ふみこさんこれ食べてみて、いないけこれ何って言ったら、なんと思う言うて、砂糖入れたらいかんわ、トマトの良さがなくなるの、トマトの栄養がなくなる、美味しいかもしれんけど、うん、美味しいわ、食べれる言うて、食べれる、全部食べるよ、いいの、言うたら、かまんよ、食べてもらった方がいい、言うて、うれしい、おいしい、言うて、食べてもらった、言うて。あの人もね、死んだんやろか、あの人。死んだんなるね。